正面横の形を取ってみましょうと。じゃあ皆さんちょっとここで皆さん、まあ、あのこれまでの話をもとにですねちょっと復習してみましょう、台形をベースに取る、横向きや背中に壁を取る、地面をしっかり取ると、まあね今日のポイントですね。台形ベースで取ると、ね、まず超簡単な台形で言うとね、地面しっかり取って、で等身決めてっていうと、こんなのこんなのでこういうやつでしたね。何度も何度も最初言ってましたね。もうこれです。もう最初にやるべきはマジでこれです。そうで、そこから台形、まあ、2つの台形になりますよね。そしてそこから、まあ、削り出していくというんですかね、いうのにちょっと近いかなと思います。徐々に徐々にこの形に持っていくと。僕なんかはねもう最初にこの部分をねこう、まあちょっと直線が、まあ、曲線が難しいけれど、こういうのをね取ります。これはね実はやっぱね本質的だと思います。本質的っていうのは人間の形って結局はこれだから。でもうちょっと言うと、今言ったようにこういうね、だってこれそうでしょ、今こうやってなぞればね、そう見えてきたでしょ。こういうものですよ、人間の体っていうのは。なんかミイラとかこういうほらで巻き巻きしてるじゃないですかね。だから基本こういう形なんですよ、人間の形っていうのは。っていう風にすごくシンプルにやっぱり取るっていうのが一番まずは抑えなきゃいけないこと。そして横の場合はですよ、さっきも言ったように背中ビシッとこうね合わせて、そしてスッスッと、これだけです。まっすぐとこれです本当に。でここに書き込むだけ。なぜかって言ったら、寝て、皆さん寝ますよね。寝たってことは地面に対してこういう体勢で寝てるわけです、皆さん。普通に考えて寝てる時ってこうなってるわけですよ。もうこのこれだけなんですよ、この。で背中が少し浮いてます。でどこでくっついてるかっていうと、お腹の裏あたりが浮いてるのかね。だから肩甲骨のあたりとお尻のあたり見てまたくっついてるんですよ、地面にね。でここに少し隙間があって、あとついてるついてると。だからここは実は重いポイントです。肩とお尻って重いポイントだから、シーツとか書くときにね、ベッドとか書くときに特にここに大きめのシワを寄せるといいです。そうするとそこが重いんだっていうのが分かるんで、そこが沈み込んでるんだっていうのが分かるんで、はい、まあ、ちょっとした豆知識ですけれど、このように皆さんですね、当たり前、めちゃくちゃ当たり前なんだけど、こと絵を描き始めると全部抜けます。まあこれから、皆さんにね、描いてもらうんですけれど、その時に抜ける、なんで抜けるかっていうと、目の前の綺麗なモデルさん、あるいはこれから描こうとしてる美青年キャラなのか美少女キャラなのか、自分が描きたいと思うキャラの表層のデザインであるとかディテール細部に目が行き過ぎるがあまり全て抜けます。そうなので、めちゃくちゃもったいないので、ぜひこのめちゃくちゃ基本的な部分なんですけれど、しっかり押さえましょう。あとね、ちょっと最後あれだな、手足のちょっと話します。手足もう一回話しますね。僕の場合はどういう風にですね手足の配置を考えるかっていうと、ね、もうここまでは何度も何度も今日書いてますね。そしてここからさっき言ってたこの手の届く範囲、 手の長さの範囲、足の範囲みたいなのがね、こう可動範囲があるというのが、まあ、さっき説明しましたよね。この中でもう自由自在にどんどん配置していくんですよ。例えばこんな、こういうの僕今書きますと、ね、まあ、これちょっと立体的にと、あの、まあ、ちょっと広角だからちょっとその分ちょっとね意味はちょっと変わるんですが、この手、例えばこうなんかしてると、こうなんかしてると、こうなんかしてると、ね、例えばなんかこんな風になんかを振り下ろそうとしてるのかもしれない。そういう時に先から描いちゃうの、こうやって。でその間は後で埋める、圧縮されてるかもしれないし、こういう風に、なんか踊ってる人みたいになりますね、これ。なんか分かんないよね。で足もそうです。足もあらよっとみたいなね、あらよっとってこう、まあ、この時にある程度こんな感じで自由自在に描けるんですよ、ね、その範囲に入れれば
どんなポーズでも撮れる。もちろんこのポーズをするためには背中ちょっと丸くないとおかしいよねとか、そういうのはどんどん出てくるんですけれど、とにかく基本的な比率さえ分かればその間にどんどん絵を入れていける。だからなんでしょうね、この青い線というか手の届く範囲、そして足の届く範囲を常に意識する。で、意識できないんだったら書く。もう最初から自分で書いとく。な、皆さん見覚えありますかね、アニメのキャラ表って見たことありますか。なんか不自然に手、ま、なんか伸ばしてません、みんな。で、下にやったりなんかね、手伸ばしてるんですよ、アニメキャラって。昔、最近のアニメキャラなんかあんま伸ばしてないかもしれないけどね、少なくとも90年代後半とか2000年代前半ぐらいまではよくね、キャラ表っていうのはね、手伸ばしてたんですよね。で、こうしてるんですよ、片方の手こう伸ばして、これね、やっぱりね、まとえてるんですよ。この範囲で手は動きますよとね、当たり前ですけど、この手ね、左右で同じ手の長さですからね。自分で書いておけばいいの。だからもう自分で最初からこう、あの、当たりを取っとくんですよ、こうやって。別に途中つなげる必要ないから、途中つなげる必要ないので、ああ、大体こんなもんか、ここら辺まで来るなとか、僕こういうことね、結構書いてきますよ。自分でここら辺までだな、あ、ここら辺まで動くなとか、こういう線ね、取ったりします。だから最初からね、っていうのが何で生きてくんのって、ちょっとこれ予習になりますけれど、歩き走りがもろにこれです。マジで歩き走りとか書くときにどんな風に僕書くかっていうとね、今日の本題ではないですが、今後そういうのが出てくるときに生かされますよっていうことをちょっと前提に聞いてください。足をパーンとこう前に出しますと、こんな感じでね、っていう、この線がですね、こう来てこっちの蹴り足の長さに結局つながるわけですよ。左右で同じ足の長さにしなきゃいけないからね。だし手の長さはここでこんな感じにですね、これアニメーションとかね、やっぱりね、絵を動かすとかっていう前提になるとそういう発想が必要になるっていうのを前提に、その内側に手が巻き込むのか、そしてこっちの手はちょっと伸ばし気味なんだからその間に入るのかっていう風に、こういうね、要するにここまで行くんだなとか、でこれがそのままですよ、これがこの線がそのまま軌道になるんですよ。足が動く範囲、軌道になるんですよ、結局それが。じゃあこうして、じゃあ1個前で言うととかっていう風に、じゃあもうちょっと1個前だったらこうか、こういう風に足を前に出そうとしたのかなっていう動き、じゃあこうちょっとさらに蹴ってんのかなとかっていう風に、こういう風に実はその後絵を動かしたりとか円にしたりとか、そういうことにね、実はつながっています。で、座ってる人を描くって言った時もですよ、座ってる人を描くって言った時も、こっから先の足の長さこんなもんっていう風に僕こういうのも描いちゃうの。なんか似てません？で、ああ、こうやって座ってんですねと。で、手もじゃあここら辺についてんだな。まあ実はもう地面ここら辺って分かってんですよ、これね。だったらついてこのポーズするからね、だからもうこのポーズ取れんなって分かるんですよね、ちょっと難しいけどと。っていう風に、これからいろんなポーズを取らせていくっていう時にめちゃくちゃ応用範囲が広いってことです。そして自分はね、人はそうやってね、ああ、つきますからね、足も伸ばすしますからね、だったらそこに足あるよねとか手伸ばせるよねって、もうこれ、まあ、自明っていうんですかね、分かりきったことなんですよね。っていう風にこれからいろんなポーズを取らせていく時に、こういうような発想めちゃくちゃ重要だし、一本一本足なんか書いてらんない、一本一本手なんか書いてらんないんですよ。ちゃんとまとめてそこにそういうふうに存在するんだ、そういうふうに書けるんだっていうのを分かっていれば、実は最初からそのディテールに行かなくて済む。